皆さんこんにちは。工学系研究課長工学部長の染谷隆夫です。本日3月8日は国際女性デーです。今年のテーマはリーダーシップを発揮する女性たち、コロナ禍の世界で平等な未来を実現するです。このテーマの通り、新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るう中、困難に立ち向かう女性リーダーの力強さが世界で注目を集めています。工学系研究科においても、女性研究者が世界の学術を牽引し、女子学生が優れた学術成果を上げて活躍しています。研究と教育の世界において、その能力に性差はありません。私たちは多様な価値観と専門性を有する研究者が、お互いを尊重し協力し合い、そして切磋琢磨することによってイノベーションが生み出されていくと固く信じています。一方で、ライフイベントに伴う負担が女性に偏るという問題がコロナ禍で顕在化しています。私たちは教育と研究の分野において、男女共同参画への意識を高めていきます。そして意欲あるすべての人たちが、性別、年齢、国籍などにかかわらず、やりがいを持って働き続けるための環境を全力で整えていきます。その手始めとして、工学系研究科では、出産育児を迎えた研究者が職務に復帰する際に円滑なキャリア継続を図るための制度をこの春から始めます。さて、これからご紹介する野崎京子博士も、ケミストリーの分野で世界をリードする女性研究者の一人です。野崎博士は本年のロレアルユネスコ女性科学賞を受賞することが決定しています。過去5人の受賞者がノーベル賞を受賞しており、野崎博士は日本人としては7人目の受賞者となります。野崎先生、受賞本当におめでとうございます。この野崎博士の受賞を記念して、国際女性デーに特別講演会と女子学生との座談会を開催することとなりました。野崎博士は1991年に京都大学より工学博士の学位を取得され、2003年より東京大学大学院工学系研究科の教授となりました。専門は有機合成化学、特に触媒による有機合成の手法を高分子に応用し、低環境負荷の合成プロセスの開発に成功しました。この賞のほかにも、東レ化学技術賞をはじめとして多くの賞を受賞されています。それでは皆さんと一緒に野崎博士をお迎えしたいと思います。野崎先生、よろしくお願いいたします。